皆さんこんにちは、ジョコンです。ということで今回もユートボール2023情報を紹介していきます。はい、ということで今回は次回のアップデート、10月のアップデートでこの機能が来るんじゃないかなというちょっと妄想話を紹介していきます。はい、確定ではないんですけど、先日、コナミ公式の、動画にも映り込んでたということで、現在制作中で近々来るんじゃないかなという話です。まあ、今回10月のね話をしますが、11月の可能性もありますよ。一応12月とかのアップデートも多分来ると思うんで、はい、そのタイミング、どれかのタイミングで来るんじゃないかなという話です。実際で確認すると、削除されてしまっているようなので、その実態は見ることできないんですけど、どんな内容だったかというと、9月3日に投稿したモバイルのボタン配置のカスタマイズに関する動画で、開発中であるエディット機能がメニュー画面に映っていたため、動画をね再投稿しましたよという話です。でエディットモードについては、誠意制作中となります、で搭載が決まったら案内しますみたいな話です。はい、それをスクショしていた海外の方がいたようです。こんな感じでエクセトラスのところに左下エディットっていうのが追加されていて、その下の英文はなんか、選手データをカスタマイズできますみたいな、ね、内容を書いてます。はい、もともとが、サポートが左下にあったんですけど、それが右にずれてサポートのところにエディットが、追加されるというような感じですかね。はい、モバイルの方でもエディットの方が来るという、内容に、基本的にはなるという話でいいと思います。まあ、おそらく同じタイミングで家庭用にも、来るものと思っていいと思いますけど、はい、ウィニングレブンの画面に戻ってきましたけど、エディットといえば例えば、まあ、選手名を変えたりとか、まあ、スタジアム名変えたりとか、そんな感じでオフラインで一応楽しむことができるような、コンテンツを作成したり、まあ、オリジナルの選手作ったりとか、オリジナルのスタジアム作ったりとか、そのようなことももちろんできますし、ちょっと私はやってなかったですけど、紙データといってライセンスの取れていないリーグ、クラブのデータをゲーム内に取り込んで、まるでライセンスが取れているかのように再現するというねデータのことです。まあ、これがもしかすると eFootball2023 でも使えるんじゃないかなという話です。はい、家庭用では USB になんか取り込んでみたいなことをしていたので、これアプリでできるんですかね、紙データなんかダウンロードすればみたいなことになるんでしょうか。一応公式は紙データなんか賛成派っぽくて、以前なんか紙データ入れるとなんか eFootball ポイントがもらえるみたいなキャンペーンをしていたので、紙データの存在は、コナミとしては存在を知っているっぽいです。全て、この機能が全て搭載されるかももちろん分かりませんし、どうなることやら。基本的にオフラインで遊ぶような、選手いじったりとかそんな感じにはなると思います。紙データはオンラインでもいけますけどね。はい、まあ、移籍をね、勝手にいろんなチームに移籍させたりとか、代表選手とか、自分好みにしたり、まあ、監督いじったり、容姿とかもいじれるので、めちゃくちゃな顔なんかも作れます。はい、全ての機能がね、搭載されるか分かんないですけど、そのようなエディット機能っていうのが、近々搭載されるんじゃないかなという話です。はい、ということで最初の方にも言いましたが、まあ、10月のアップデートと一応タイトルにはなってると思うんですけど、まあ、近々来る可能性があるという話で、11月になるのか12月になるのか、一応なんか昔出たなんか予告みたいな中には2022年中にエディット出るっていう話でしたっけ。ちょっとそういうのはねすぐ忘れちゃうタイプなんでわかんないですけど、はい、近々エディット機能が追加されるかもしれません。期待してみましょう。はい、ということでこちらのチャンネル eFootball 情報を随時紹介してます。選手の紹介、まあ、予想動画だったり、まあ、最新情報、イベント情報も紹介してますし、まあ、このようなちょっとしたネタ的な動画も撮っております。ぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録をして eFootball 情報を頭に入れてみてください。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。